ということで、今日はね、いつもと違う、フィジークの、ね、筋肉の大会なんですけど、この大会のチャンピオンを今日は連れてきました。よー、優秀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日でかいですね。で、まあ、みんな、見てる方は、でかい人に絡まれたらどうやって倒すんですかみたいな、結構コメントくるんですよ。緊張感、何センチですか？普通にこれ真っ向からだったら、こうなったらさ、どう考えても、手の中に届かないじゃないですか。足も、そうでしょ？蹴って、ゴーンってやってたら、絶対届かないじゃないですか。そうなると、何も相手に打撃を、ダメージ当たられないで、いつの間にかにボコボコにぶん殴られて、引かされて、まあ、ノックアウトという感じだったのが、まあ、当たり前ですよね。一回ヤンキーに絡まれたら、まあ、普通謝って逃げればいいんだよね。でもう逃げ道もない。でもこいつさっき出てる。そういう時に何をやるか。唯一身長差を出るには大事なことをします。転ばすと。じゃあちょっと早速そのタックのやり方を解説してもらいます。そうですね。お願いします。タックル入るときは基本的には腰より少し下で。で、ただ入るだけでは倒せないので。基本的に手のロックをかけてます。ロックをかけるときは、その時はしっかり乗ってて、右向かい。こうです。そして、腰入って、ドッ入って、ドッ入って、ドッ、あー、ちょっと、体で押して、右向かい。倒せる。これやばいね。チビの方が、ね、入りやすいんでね、まあ、今のこのしっかり組み方だと足を持っちゃえば大きい人でも持ち上げちゃえばね、もう何もすることできないから、そのまま倒しちゃえば、まあ、何もできないから、まあ、これ本当にすごい。大きい人と戦うときに絶対ダメなのは中途半端、ね、相手がどこに出ちまうか分からない。そうだからもし大きかったらめっちゃ離れるから、めっちゃ近づくか、近く転がすか、はい、これをぜひね、意識してやってみて、で今日もこのタックルね、あの練習で怪我しないように注意しながら、これ、ありがとうございました。ありがとうございます。